行ってほしいかなと。あ、もしセブンの方にいらっしゃる場合、セブンの方から入る場合はですね、ご攻撃いただければと思います。月間アクセス数についてご相談ですね、上げる方法は何でしょうかと。アップの方法を教えてほしいです。月間アクセスですね、月間アクセスアップする方法、まあ、これはですね、いろいろもちろんあるんですけれども、一つ僕が簡単にできておすすめしたいのはサーチコンソールですね。 Google のですねサーチコンソール、無料で使える分析ツールなんですけれども、アナリティクスと同様にですね無料で使えるんですけれども、これに必ず登録してデータを貯めるんですね。サイトの、ブログのデータを貯めておくと。でここで、1ヶ月以上貯まればですね、過去28日間から3ヶ月とかですね、期間を区切って自由に情報を出せるんですけれども、ここでですねクエリーとかですね、ページっていうところは全部出せるんですね。実際にアクセスが来ているページ、アクセスが来ているキーワードですね、検索されたキーワードっていうのを調べられますので、このキーワードですね、タイトルの見出しに